今回紹介するのは、知の体力、身長心書という本です。安全な方を取るか、面白い方を取るか、著者は若い人向けに書かれたということだが、著者と同年代の私も大いに啓発された退職して時間はあるはずだが、 目は確実に衰え記憶力が減退してくると自分から何かを勉強しようという意欲がかけてくるそれでも孫の必要な「あれはどうして?」とか「なぜそうなの?」という質問攻めに適当に答えていると本当にそうであったかを時には調べてみることになり「なるほどそうであったか」とか「こういうこともよく知らなかったということがよくわかる」。著者は 生き方の指針としていくつかの引き出しを用意されているが要は衆に群れず地を磨いて確固たる事故を磨けということだと理解する。そして、 自分にとって安全な方よりも面白い方を選択する生き方が輝いている自分に出会えることになるのではないかと示唆されているように思う子どもの進路に悩む父兄の方々にぜひ一読を進めたい自ら考える力これまでに教わってきた解き方対処方法では対応できない問題に遭遇したとき どのように自分で考えられるか、自分なりの答えを見つけ出そうという意思を目覚めさせるのが大学の責務と筆者は言う想定外のことが起こった時に自分だけの力で乗り越えていかなければならないその体力を筆者は知の体力と呼ぶそれは知識だけでは十分ではない考え方の訓練であるインプットされた情報を組み合わせ係数をかけて 現実の問題に応用可能な情報やナレッジに置き換えていくことが知識の活用でありそれを可能なら占めるものも知の体力といえるこうした知の再構築を行う訓練の場が大学でありそれは教わるものではなく学び問うすなわち学問とはそういうものであると特く考えるとは知るとは学習とは。 学問とは何かそして大学とはどうあるべきところか筆者の知恵に学びたい以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします